ちょっと待ってください。先生、かからないんですか？稽古になりません。何を学びたいのかがよく分かるし、どうやったら防げるのかっていうのも分かるので、実践を想定してほしいんですよ。はい。アクション落としやってる。そう、アクション落とし。フリッ。やった。わかんねえじゃん。ああ、かかんない。わかんねえじゃん。わかんねえな。どうしたの？あれ？ちょっと待ってね。もう一回やってみる。はい。な、トモキが今ね、姿勢で耐えちゃってるのね。姿勢で耐え。姿勢で耐えられると最強だから、かからない。かかんない。かかんない。先生に思ったんですか？俺かかんない。どうやって耐えてるの？まあ、姿勢っていうのは止まった状態でこう伸びてる状態だけど、はい、まあ、ここのエネルギーが遊びなくここに統合されちゃったんだ今。おお。だから今俺地面でいいやってやってる状態だから、全然よいしょほっ、かからない。いや、ちょっと待ってください。先生、かからないですか？そう、かからない。これはかからないんですよ。はあ。つまり、こっちの技をこっちがちゃんと準備している状態はかかりません。なんでも、無敵の技なんて存在しなくて、はあ、こっちの技をちゃんと対処されたら技はかからないので、この例えば今僕は姿勢でね、握手を落として技を仕掛けようとしているものに対して、姿勢で耐えたら稽古になりません。なるほど。そう、これは稽古なんですよね。はあはあ。体を一体化させて一緒に相手に伝えるという稽古なので、こっちの人が姿勢で耐えると稽古にならないので、うん、こっちの人の問題です、これは。あ、受けが悪いってことなんですね、今は。そうだね、トモキは。人はね、姿勢、動き、リラックス、意識でつながるんですよ、うん、で、姿勢、動き、リラックス、意識の順に強度が強いんですよ。姿勢が一番強度強いんですよ、うん、で、姿勢、動き、リラックス、意識の順、意識が一番自由度が高いんですよ、うん、だから、まあ、例えば姿勢だったら、僕がどんなに強くてもこの姿勢が並んだ状態でもこのトモキをね、あらー、崩すことはできないんだけど、はい、ちょっとベクトル変わればトモキを倒せるわけです。おお。姿勢は強いけども自由度が低い。はあ。意識っていうのはまあそれこそイメージなんで、はい、今宇宙にだって行けるし、うん、未来過去どこにでも行けるじゃないですか。まあまあ、その思うっていうことですよね。そうそう、はいはい。でも思うだけで人はつながるんですね。で、今最強の強度である姿勢で耐えているので、これに姿勢でかけても決まらないですね。ほう。で、実際、まあ、こういう技の稽古の時は、まあ、いわゆる実践を想定してほしいんですよ、はい、今これ握手だとしたら握手をする体でしてほしいんですよ。あ、本当に街で会ってそうファッと握手をするっていう。握手するときね、こことここのエネルギーを通してなんてやるやついない、はい、姿勢を整えてやつでね、はい、そう。なので、もう何気なくね、こんにちはちょっとこのテンションで手を出してほしいし、はい、その感覚を、要はこんにちはっていうような体の状態を、この止まった状態でこっちの人は作るっていうのが大事ですね。安定しているような感覚の中でも、こういうようなただ握手をしているだけの状態を作ってくれるわけですね、感覚を伝わるので。これは本当だから、受けても攻めてもどちらも状況設定を理解して稽古すると、何を学びたいのかがよく分かるし、どうやったら防げるのかっていうのも分かるので、そこを理解するのはとても重要。なるほど。その稽古の時はちゃんとその稽古になるようにお互い考えてやりましょうってことですよね。そうですね。その状況設定ちゃんと理解するってのが大事ですね。で、僕今の話、こういう話にもつながるなと思うんですけど、武術の達人たちが道場制以外には技効かねえじゃねえかみたいなことってよく言われるじゃないですか。なんかその辺となんかリンクしてそうだなって
って思う。まさにそれですよ。はいはいはい。先生のお弟子さんたちは、まあ、その状況設定を理解して、その技によって行われることをしっかり行われてたら技はかかると。ただしもちろんその力みによってなんか、ね、パワーでやってるんだったら止めるっていうね、そこをちゃんと理解して受けてるんだと思いますし、そうじゃない人はもう止めることが目的になってて、そうなると今みたいなね、止めようと思ったら簡単に止めれちゃうのでね、だって分かってるから、今からこういうベクトルでこういうエネルギーが来るっていうのが分かってれば、それを耐えるというかね、対処することは簡単なんですよ。今から顔を殴るよと、こうやって殴るよって分かってれば、トモキは顔をね、その瞬間にずらすことや守ること、殴るよ、僕がどんだけ早く打っても対処できるんですよ。そうですね、これは言われないですよ。あ、今のは完全にもらってましたね。相手に事前情報を渡さないっていうのが武術の大事なところですね。その要は情報を与えない、バレないように、そうすることでスピードを量ができるし、自分の重さをちゃんと伝えるってことでパワーの量ができる。だそこを理解して稽古しないといけない。最初からもじゃあここ打ちますって分かった状態で俺避けれるぜって奪られても、もうね違うんですね。なるほど。それを分からない前提で稽古するっていうことが大事ですね。やっぱそうなるとちゃんとした稽古の場ってめっちゃ大事だなっていうのをなんか感じますね。そうですね。それが分かる仲間と一緒に稽古しないと、何を上達したいのか分からない。なんかこうよくね、こう怪しい技でうりゃーっと殴りかかって、で、トモキがこれに触れて、で、トモキがただしゃがんで、これでね、こう技はかかるんですよ。はぁ、トモキが何もしないからですよ。はい。ちゃんと二人が仲良くなって技かかるんですけど、はい、こっちの人が、おい、かけてみろよっつっても、自分がね、安定した状態になっちゃう、それはかかんないです。それをちゃんと、うりゃーっと、このリアリティですね、本気の実践でしか武術は使えないので、実践を想定して、うりゃーっと殴りかかる体で、そのままにしたまま、はぁ、このゆっくりだけども、その実際殴りかかってるのを再現するっていうのが、受け手の、まあ、レベルですよね。理解して稽古するととても上達が進むと思います。なるほど。ちなみになんですけど、実践でもっていうか、実践の方が使えるよねみたいなことなんですかね。技術っていうのは実践を想定して作られているので、あ、実践を想定した稽古をしないと、居合が活かせないんですよね。なるほど。だから例えば柔道競技の中で、こう投げてみろって言われたら結構難しいですね。殴ってこないとかって分かってる状態、こう安定をしようとしてる人にそれをやろうとしてもかかりにくいですけど、はい、本気でうりゃーってね、ふっと掴みかかってるんです。それに必死の状態で、必死の、僕は小次郎を掴むという必死の状態で小次郎がふっとしゃがむんで、こんなことしてくるなんて思ってないですよね。そうですね。柔道競技ってあのね、お互い相手も何かしてくるって、殴っても来ないし、安定しようとしてるので、その状態で勝てるっていうのは、まあ、かなり難易度がね、高くはなりますね。もうまさにこうルールが違うっていうことですね。そうです。状況設定が違うので、そこを理解して稽古するといいですよね。はあ、やっぱ道場って大事ですね。大事ですね。仲間大事ですよね。素晴らしい、ありがとうございます。はい、これがいい稽古ですね。はい。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで本日は武術の稽古に大切な状況設定を教えていただきました。ダレ強道場、最高。ダレ強道場はリアル稽古は毎日、オンラインクラス、アーカイブ動画、教則動画もあり、各地で稽古会を開催。コスパ最強です。詳細は概要欄をご覧ください。絶対に誰でも何歳でも強くなります。